そこまでその女とできてたなんて。愛の君どいて。そいつ殺せない。おい神神、逃げるぞ。起きろ。寝たふりなんだろなあ。早くその泥棒猫放しなさい。くそ、見捨てられっかよ。まったく、お人よしすぎます。そんなところで何してるの。ひよこさん、アイヌくんたら本当に浮気者なんだから。まずい。今の防御やっと見つけたわよ、ユズ。これで終わりよ。アカネさん、ストップ。しまった、名前で呼んでくれた。どうしよう、すっごく嬉しい。キリノのためなら私カナコだって殺せるよ。まさかのヤンデレルートだと。さあキリノ、これから二人で邪魔者のお兄さんを殺しに行こう。いや、さすがにそこまで嫌ってないから。よくい。そういやさ、はい、キリノって彼氏いんの。何ですかそれ。どういうことですか。キリノに彼氏っているわけないですよね。いるわけないですよね。落ち着けよ。キリノがそんなことを。見た目も声もそっくりだろう。あ、やだ。京介くんのエッチどこ触ってるんですか。とまあこんな具合に。いきなり何をやっているんですか。いや、だからこのヒロインがお前とそっくりだということを分かってもらおうかなってさ。だからってどうして私そっくりのキャラにエッチな声を出させる。姫路の方が将校よりも好みだな。胸も大きいし。ユージ本当。これはスリル満点の演出だ。ユージ覚悟。畜生、趣旨は違うが確かに恐ろしい。逃がさない。待て、早まるな。これは罠だ。ユージ何みたい。俺の希望は叶えられるのか。じゃあ戦争と平和。おい、それ7時間4分あるだろ。2回見る。14時間8分も座ってられた。退屈なら隣で寝てていい。それ切れず。大丈夫、ずっと一緒なのは同じだ。ノーモア。学生2枚、2回分。はい、学生1枚、また清中学生1枚、無駄に2回分ですね。はっきり気持ちを伝えられる人って。結婚したくなりましたか。どうしてこれが結婚につながるんだよ。危機的状況に陥った男女は強い絆で結ばれると申します。それは襲い来る危機が結ばれる相手でなければだ。ユージ、そろそろお昼。そうだな、俺も走り回ったら腹が減っちまった。動かないで。ああ、違うわ。動いてもいいけれど、とても危険よ。というのが正しかったわね。好奇心というのは、全くゴキブリみたいね。人の触れられたくない秘密ばかりにこぞって寄ってくる。鬱陶しくてたまらないわ。そう。ありがとう。悲鳴をあげないのね。立派だわ。今回はこれで勘弁してあげる。明日、荒木くん。戦争をしましょう。違う違う、戦争はしない。しないの。なんだ。じゃあ何の用よ。ひょっとしたらなんだけど、お前の力になれるかもしれないと思って。ふーん、オシのメメね。なんだかさぞかしよく燃えそうな名前じゃないの。見つけましたわ。なんだかお二人はとても仲がよろしいんですのね。アンナ。そういえば昨晩、私と奥間くんが愛を育んでいた時も、突然あやめさんは奥間くんの家に現れましたし。それはね、アンナ、奥間くん、アンナに嫌われてるんじゃないかって悩んでて相談を受けていたのよ。
ごめんなさい、つい手が動いてしまいましたの、愛ゆえに。奥間くん、昨晩の続きはまた近いうちに機会を必ず設けさせていただきますわ。妹？そうだろう、小杉、お前の口からも説明してくれ。先生に手出したらダメだって。なんで？院長のものだから。誰かいるの？中に誰もいませんよ。金ちゃん、私に何か隠してることない？ない、ない、ない、ない。隠し事なんてありえ、じゃない、ありえねえから。そう、よかった。じゃあ私帰るね。入るよ、金ちゃん。やっぱりいた。神崎エイジ、ハリアー。白雪、違うんだ、これはだな。金ちゃんは悪くない。と金ちゃんはキスだってしたことあるんだから。あー、キス止まり。リコはもう B までしちゃったもんね。B、問題ありませんわ。私に任せていただければ華麗に取ってみせますわよ。ダメだ、そんなこと。冗談ですわよ。優しい指導さんはこんな私でさえ救おうとした崇高なお方ですもの。ザフキエル、ゆっと。海！大丈夫ですわよ。ユッドの力は解雇。撃ち抜いた対象が有する過去の記憶を私に伝えてくれる弾ですわ。記憶を？どうやらミクさんは。的に死者はおらず、関係者は原因。どうやら、ここも外れのようですわね。囚われの精霊、一体どこにいるのやら。カンタさん、罪の枝、ウィップウィング、ごめんなさい。気持ち悪いんですよ、童貞のナイトキドリ。大した怪我じゃねえんだから、シャワーくらい一人で浴びれるっつんだよ。てめえこそとっとと医務室へ行きやがれ。見てんじゃねえ。うわっ、
千治さん。おう。もっとそっと抜いてくれよ。